あそこに鳥居がだんだん見えてる。はい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 。おーっと、噂に。はい、こっからが神田教ね。なるほどね。なんかあれですね、このなんとも言えない綺麗なグリーンの色。前も、はい、さっきのそこでも見た、はい、このグリーンの色がなんか統一されてますね、あれ。そうだね。じゃあ神田行ってみましょう。はい。神田行事、いろんな神様がいっぱいいるんで。あ、そうなんだ。なんでいろんな神様がいるの？ここら辺のね、本当にね、庶民のための神社としてすごい栄えたんですよね。へぇ、いろんなものをやっぱ集めたんですよ。なるほど。なんかすごい、今度は赤、朱色。赤です。強いなぁ、朱色と緑です。なんかこう、華やかな、賑やかな、確かにいろんな神様いそうな色使いです。人が好きって感じですよね。うん、神田明神でございます。ここは神田明神いいですね。いいですよ、ほら神田明神。聞いたことはあったけど、来たことなかった。平将門がね、実はあのここに祀られてるっていうのがちょっとミソなんですよ。平将門。はい、平将門ってなんだっけ、江戸許す間近みたいな感じで、あのちょっとね、悪霊っぽいんだけど。江戸を許さなかったの？その人のその首を、首はあのどっかあっちの方に実は収めてあるんだけど、それを抑えるためのお寺なんですよ。マジか。でなかなか生々しい。なかなか生々しい。で昔からこの江戸総鎮守として、江戸総鎮守の神として、あのもうすごい昔から有名なんですね。はあはあ、うん。で、あとはこの有名な神田祭り。ああ、2年に一度なんだ。すっごいよ、ここら辺もう神輿がいっぱいで。へえ、うん。楽しいです。なんかだってすっごい賑やかですね。おじいちゃん。へー、あ、恵比寿さん？恵比寿さん。はー、こんにちは。ないよ。恵比寿さんがいる。開運招く。わー、なんかここはまた何とも言えない。ちょっとまだ違うんですよ。はい、ここもね、すっごいパワースポットです。あー、そんな感じ。なんかもうピカー、ピカピカすごいや。ここも朝ね、6時半ぐらいに行ってくれると、うん、ラジオ体操になってます。あ、いいですね、それはそれでまたラジオ体操もいいな。遊んで、お水のところで。かわいいなぁ。岸山体験。うーん。ちょっと、あかりちゃん。あかりちゃん。うん、あかりちゃんって名前なんだよ。あかりちゃん、元気ですか？あかりちゃん、疲れてるの？疲れたの？大丈夫？元気？しんどい？一応このシンバっていうか神様の馬ってことで、うん、あかりちゃん、うん、いるあかりちゃんなんです。そう、ご飯食べた？うん、ちゃんとね、散歩もしてるし。そっか、あかりちゃん、うん、ちょっと今リラックスタイムなのかな、じゃあ。はい、かわいい、あかりちゃんって呼ばれてるよ。お参りしましょうか。
先生獅子のフォルムがなんかスマートです。細マッチョ系です。このね、この狛犬さん、狛犬だ、はい、波打つ胸板、いや、ね、力強いよね。力強い。でもなんかこうシュッとしてる。よくぞここに気づいていただきました。そう、岩垂さんと前に巡ったからね。狛犬のフォルムが一匹一匹違うよと。あの、この印籠がその目に入らんのかっていう印籠のやつです。これ。うん、その番組です。つま先立ちしてたね。つま先立ちして、どうしました、どうだった、前に来た、前にこう、よしよし、お足元ご注意ください。こちらも提灯の幅でどうぞ前の方へ倒します。でも七時に来るとね、またもメアの話をするけど、七時に来ると中でお経を読めるんだよ。何、その中に入って、一緒にどうぞって言って、お経をもらって、お経を読むことができるんです。はりゃあ。やっぱりちょっとこちらに回りましょう。はい。しっかりお参りしながら、いろんな神様、おみこしが入った。はあ。なんかこう、かわいらしいけど、くらちっちゃいからって舐めないよっていう感じの、お前に借りて怖いんだぞっていう、かわいい。でも目がつぶら、かわいい。へーって、いろいろあるんだ。いろいろあるんですよ。これ一周回るといつもの神様。へー、ここは狛犬いない。入り口すぐに蛭子さんがいて、いろんな人が、へえ、あんななんかギリギリのすごいところに お父さんとかお母さんにテーブルの端っこに飲み物置いちゃダメって怒られる。真ん中飲みなさいって言ったら、いまだに言われる。端っこに置いちゃダメよ、そういうことですね。あ、ここもやっぱ緑がちゃんといっぱい。お、キツネさんだ。うなぎさんがいます。はい、うなやすいな。白い狐さんでね、はい、赤いおべべ、ね、そうです。もうちょっと行きましょう。はい、あ、なんかぐるりといろんなものも撮った。え、コンキラ、コンキラどうだっけ、なんかでもシック、白とチャコールグレーキ。あら、こっちの狐さんは黒い。あら、なんだか、あら、結構こうもう割とご年配な感じの狐さん、ね、
失礼なと言ってるかな、ごめんなさい。でも美しいです。次です。新潟平地。え、知ってますか、新潟平地。知らない。ルパンでしょ。ルパンじゃねえよ。え、あれは銭形警部。あ、そう。そう、あれはでも、まあ、元になった、うん、その、お見事。へえ。へえ。悪い人を捕らえる。で、あ、銭形平地の横に、うん、八兵衛の。席もあるんですか。誰ですか。え？八兵衛。八兵衛は何？捕らえられちゃった。この人はあの岡っぴきしたの？この人の部下。うっかり八兵衛です。あ、うっかり八兵衛は聞いたことある。その言葉自体は。うっかり八兵衛元になった人。そうです。で、銭形です。はあ。ちゃんと書いてるわ。うん、本人の名前。ラブライブも書いてみて。最近できたあそこのでかいビルがあるんですけど、うんうん、あそこのビルの上ではライブとかもできるんで。いいですね。パワーパワーいっぱいのボタたちのね。ところで。いいですね。ま、祭りですよ。うん、祭りですよ。うん、人のパワーの集まる祭りですよ。お茶、お茶イベントとかライブとかは。とりあえずだからお茶の水めぐり、あとこれぐらいで、はい、締めたいと思います。了解です。はい、いやー、なんか本当にいい風がこう、うん、いい気が吹き込んでるところでした。はい。素敵。また来たいです。じゃあまたぜひ。うん。で。ね、いろんなとこまた巡っていきましょう。そうしましょう。じゃあね、バイバイ。